ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回はソフトバンクの大赤字についてお話ししていきたいと思います。 IT 企業大手のソフトバンクグループは4月から6月期の連結決算の最終損益が3兆1627億円というとんでもない赤字となったと発表したことで大きな話題となりました。3ヶ月の赤字としては国内企業で過去最大で、直近半年では 5.3 兆円規模の赤字となっており、孫社長自身も有頂天になっていたことを恥ずかしく思うという言葉を発していました。携帯電話やヤフー、LINE 事業、球団経営や決済サービス PayPay など、私たちにとって馴染みのあるグループだけに心配な状態ですが、果たして今後のソフトバンクはどうなるのか考えていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。ソフトバンクというと、先ほどもお伝えした通り、私たちにとっては携帯電話やペイペイ、球団経営などの事業イメージが強いかもしれませんが、ソフトバンクの本質は投資会社なんです。今回のソフトバンクの半年間の大赤字というのは、人工知能 AI に関する企業への投資で知られるソフトバンクビジョンファンドという投資ファンドが持っている多くの銘柄の構成価値が下落したことで評価損失を計上したことと、国内会社の外貨建ての純負債が円安により円基準で増加したことが理由です。ウクライナ情勢における世界的な株価下落と円安の煽りを受けた形になりますね。銘柄だの構成価値だの小難しい言い方になりましたが、要はソフトバンクの持っていた株の値段が今まで上がっていたのに、その値段が元に戻ってしまって、決算上で赤字という括りになってしまったわけなんです。なので何か物が売れなかっただとか、お金が出ていってしまったということではないので、ソフトバンクが本格的な経営危機に立たされているというわけではないんです。ソフトバンクのビジョンファンド上場株インデックスが 31% も下がってしまったわけなんですが、10兆円規模で買っている株が大きく下落した結果、今回の大赤字となってしまったというわけですね。ビジョンファンドの投資事業の損益を見てみると、以前にもソフトバンクはコロナショックに伴う株価下落で赤字を出していましたが、その後7兆円ほど収益を伸ばしていました。それによってノリノリだったものがプラマイゼロになってしまったということです。ではソフトバンクは実際大丈夫なのかどうか見ていくにあたり、重要な指標が2つあります。1つ目は時価純資産 NAV と呼ばれる指標で、これは持っている株から負債を引いたもので、18.5 兆円ほどあったものがおおよそ2兆円ほどこの3ヶ月で減らしてしまいました。ただこれは為替で円安になっているので、円に直すとほぼ横ばいということです。 18.5 兆円の内訳はビジョンファンドなどの株が 47%、 アリババ株は 27% ほどとなっています。もう一つの指標は純負債を保有株式で割ったもので LTV と呼ばれるものです。このパーセンテージが大きくなればなるほど負債が大きいということになるんですが、 20% を超えていたものが 14.5% にまで減っており、負債の割合が減っているので LTV で見ると横ばいどころか改善傾向にあると言えますね。またソフトバンクは社債をたくさん発行していますが、それが返せないということになるのではという疑問もあるかもしれませんが、それも 4.6 兆円の手元流動性がありまして、これは現金と預金1年以内に換金できる有価証券の合計額のことで、簡単に言うとすぐに準備できるお金がどれだけあるかを示しているんです。それが 4.6 兆円あるのに対し、ソフトバンクは2年間で 1.8 兆円の社債を返すことになっているので、十分な余力があると言えるでしょう。このように赤字だけで見るとソフトバンクやばいってなると思うんですが、その中身を見ていくとまあ大丈夫なのではないかなと思いますね。私も専門家ではないので確実とは言えませんが、別の
ご意見がありましたらコメントください。孫社長は3月期の連結決算時には今後の方針として手元に現金を厚く積む、新しい投資は厳格な基準でという2つの方針を打ち出されました。手元に現金を厚く積むの方針の通り LTV が 14.5% にまで下げられたわけですね。また今回の決算説明会では投資を抑えるわけなので投資のためのハンターの人員が無駄に多くなってしまわないように人員を抑えてコストダウンするとも言っていました。孫社長は今回のことで責任を感じる一方で経営への意欲はますます高まったとも語っています。孫社長は日本でも最高レベルと言われるほど優秀な経営者ですし常に時代の先を見据えた方です。今は世界情勢が向かい風となってしまっていますがここからの巻き返しは十二分にあり得るはずなので注目していきたいところですね。ではご視聴ありがとうございました。この動画の感想や扱ってほしいテーマがあればコメント欄までお願いします。ここまで見ていただけた方は最後まで見てやってわかるようにチャンネル登録高評価をいただけると私泣いて喜びます。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。